ここからだね。なんか視点が違うな。コーヒー入れたら温まるわよ。まあいいか、続きやっていきます。コーヒーメーカーのスイッチを入れる。待って、嫁、嫁はんが。おかえりなさい。かわいい。長い夜になりそうだけど、写真の出来は上々よ。写真かな。だったら君こそコーヒーがいるな。入れてくるよ。入れましょう。あ、あるじゃん、コーヒーポットゲット。弥生犬いらっしゃい。奥さんが写真家なのか。で、主人公アラン・ウェイクはね、ほら、有名な小説家ですからね。ヒット作を持つ、アカネ。コーヒーメーカーのスイッチを入れる。電話がある。走ることできないんだね。あ、ワテの部屋かね。原稿拾う。ゲット。現実世界にも原稿あんの？夢の世界だけじゃない。調べる。ああ、アラン・ウェイク。アラン・ウェイクって小説を書いてるのか？これ著者の名前？著者の名前が大々的になってるのっておかしいよな。普通あれだよね。漫画とかだったらタイトルの下に小さく著者の名前みたいな感じだけど、すごいな。主張が激しいな。私が作者ですっていう。神々だな。作者ですっていう。お、オンにする。長引く雨と豪雪のため、山州全域に大雪警報が発令されました。ふむふむ。都市部でも除雪作業が滞り気味ですので、外出はできるだけ控えてください。ブリザードの暴風域に入ってからすでに3日目ですが、はい、天候が回復する兆しはまだ見られません。ふむ、天候が悪いと。こういうね、ラジオ系ね、最後まで聞くと長いやつがあったりするらしいんですけど、一応ね、全部聞いていこうかなと思います。なのでね、もし動画で見てる方、ちょっと長えなと思ったら、シークバーで飛ばしてやってください。やっぱりね、ストーリー系、ホラーゲームってやっぱりストーリーを見たいので、なんだろうな、ストーリーに関係ないとこでもちょっとなんか、そういう要素もなるべく回収していきたいなと思ってるんで、なのでね、飛ばせる方は飛ばして、生放送勢の方は付き合ってください。なんか薬があるけど。で、ここ絶対違うよな。コーヒーメーカーが風呂場にあるはずがないから、ちょっと待って。俺変なとこ行ってる。明らかにコーヒー、ん？なんか落ちた、ペロンって。コーヒーメーカー、花瓶が。おおお、アマゾン！ん？なんだこれ。テレビ買ったのかな？あ、あそこテレビないね。何？新しいテレビ買ったのか？でかいやつ。待って、コーヒーメーカーどれさ？あ、あった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 。コーヒーメーカー、オン。スイッチ入れたよ。ありがとう。これでなんとか明日までに仕上げられそうよ。やったぜ。クミいらっしゃい。あ、表紙のレイアウトデスクに置いといたわよ。感想聞かせて。了解。もうできたのかい？随分早かったな。キャリアウーマンですから。これかい？あ、調べる。いい感じだね。すげえ。まだバリーの手が入ってないからね。主張がすごい。絶対いじらせないわよ。前回でも怒りたわ。そういえばさっきバリーから。マン。え、ちょっと。バラ。いるよ。バラ。いるよ。ブレーカーを見てもらえる？ここだ。今見てくるよ。どこだ？急いでね。俺はここだよ。F。これか。大丈夫だから早く電気をつけて。はい。お願い。トン。アリス停電だよ。今ライトを持っていく。何？わかった。停電だよ。バラ。大丈夫？ごめんなさい。ただ。すごく怖かったの。眩しくね。心配ないよ。キャンドルを灯そう。おお。自分でも情けないんだけど、ガンガン。いきなり暗くなっちゃうとダメなのよ。俺も怖いよ。愛してるよ。何かお話しして。可愛い。そうだな。子供の頃は俺も暗闇が苦手だった。よくうなされてね。そしたら母さんが魔法のスイッチをくれたんだ。クリッカーさ。クリッカー？クリッカー？ああ。暗闇でそれを使えば魔法の光が怪物を追い払ってくれるんだ。ふん。これだよ。アラン。君にあげよう。何これ？いい話ね。今思いついたんでしょ？いや。本当さ。愛してるわ。嘘つきでもね。いいな。いいな。俺は一体何を見せられてるんだ。夜中に部屋を暗くして画面に近づいて俺何を見せられてるの。あ、ブライトフォールズ現在、今の過去だね、うん、
気分はどうです？めまいや吐き気はありませんか？これ現在。ウェイクさん。だと思う。ご気分は？音量でけ。いえ、大丈夫です。嘘をつくしかなかった。頭痛や記憶障害を訴えたらアリスを探せなくなってしまうからだ。ああ、なるほど。そうですか。脳震盪の心配はなさそうですが、賢い。大事をとって2、3日安静にしてください。どうも。ああ、これで大丈夫。もし痛みがひどくなるようだったらすぐに連絡してください。もういいですよ。サラ、いや、高い。保安官が待ってます。高い。彼女は有能ですからね。背伸びたね。奥様もすぐ見つかりますよ。ネルソン医師は典型的な田舎町の町医者といった風情だった。ふんふん。保安官が俺を見せるために呼んでいたのだ。降りた降りた。なんだ？何を調べる？釣りの時間を邪魔しちゃって。お、釣りか。すみません。実に見事でしょう。もっと大きいのを釣り上げたこともありますが、でかい。こいつが一番の別品でね。ブラックバスですよ。ルアーで狙うならこいつでしょう。毛針で狙うならブラックバス。マスか、鮭ですね。釣りか。釣りはなさいますかな、ウェイクさん。いえね。世間話。最高ですよ。のんびりしてずっと水辺にいたいくらいだ。まさに天国ですよ。釣り昔にやったきりやってないな。結構ね、 いろんなものを釣り上げるからね。ゴミとか海藻とか。まだ話す？まだ話す？保安官ならオフィスでしょ。あ、ま、廊下の奥ですよ。あ、そうか。この人医者か。あの左上に保安官と話すって書いてあるから、まだこの人と話さなきゃいけないのかなと思ったら、保安官は別にいたんだな。ダメだ、上の空だった。そうだ、あの人医者じゃないか。何よ、この人保安官。保安官、点検ありがとう。ウィーバーさん、見る。大丈夫ですから。私は心配なんですよ。この人グラントさん、保安官。救急が切れてからじゃ手遅れでしょ。ちゃんとしておきますから、ご心配なく。目が怖い。後でまた確認に来ますからね。これってあの、あのおばちゃんじゃん。え、保安官が奥のオフィスでお待ちかねです。あ、保安官じゃないのこれ。保安おばさん。シンシアウィーバー、この町じゃ有名でしてね。以前は地元市の新聞社だったんですが、最近は別のものにご就寝で。さっきも見かけました。電球が切れてないかどうか町中見て回ってるんです。暗闇がとにかく苦手らしくて。なんかあの人もなんか以前も妙な記事ばかり書いてましたけど、ね、関係ある。この町は昔からその手の話題にこと書きませんから。結構喋るね。マナミいらっしゃい。今北さんいらっしゃい。このゲームね、500円ぐらいで買ったよ、セールで。ん、安かった。あ、スタッキーはいないな。ポッと、あ、原稿。ソントンだ。パレード用のフロートを発見したぞ。ここにある。こいつはスタッキーが今日のリハーサルで運転するはずだったんだ。スタッキー。おば、そいつを返せ。って、俺が殺した刑事じゃない？荒らされてる。おば。了解。引き続きスタッキーの捜索を頼みます。おば。おば。なるほど。俺がとどめを刺した刑事を探してるならみんな。聞いたそれ。子供か俺は。聞いた聞いた。なんだ、待って、読む。あ、行方不明者リチャード・ポー、ブルース・ダンスキー、ジェイコブ・ミラー、キャンプ中に消息を絶つ。情報を寄せください。555-993に。え、これの人たちも出てきてた、もしかして。わかんないけど、このゲームね、PC 版でね、Steam ってとこで買ったんだけど、Steam っていうサイトはね、頻繁にね、ほんと面白いゲーム、有名なゲームをね、格安で売ってくれるんで、おすすめです。お入りください。おすすめ。電話が見つかりました。充電しておきましたよ。ありがとう。携帯電話受け取る。ありがとうございます。えい。妻の捜索はどうなってるんです？どうなってるんです？部下が始めています。さあ、何があったんです？よく覚えていないんです。口論の後、キャビンを出て。湖のキャビンですか？いいアングルだ。
なぜスタッキーのスタンドに？ムービーだ。事実を話したかったが、今拘束されるわけにはいかなかった。何も言えねえな。ユーナに銀シャリにリンをいらっしゃい。すみません。ちょっと失礼。もしもし。アラン、どうか助けて。アリス？アリス？サイズには何も言うな。女房に会いたきゃ俺の指示に従え。え？誘拐？裏の駐車場行け。左のフェンスの穴を抜けて車の中を見ろ。ちょっとした土産を置いといたからな。札を適当にあしらったらエルダーウッド国立公園まで来い。ラバーズ峠って場所に。ウェイクさんどうされました？誘拐だよ。見張ってるからな。外の空気を吸いたくて。裏口はどこですか？電話の指示に従わなければアリスの命がかかっていた。ウォルターのことは無視してください。常連なんです。そこの人、明かりを、電気をつけてくれよ。ここの連中は何も分かっちゃいない。うん、明るくないとやばいんだよ。なんかみんな、なんだろう、週末終わるの、世界が。あ、原稿が。拾います。本当にね、今、スチームでね、積み毛が100本ほどあるんで、頑張る。朝日が眩しく、頭痛がした。電話の男は左手のフェンスを抜けろと言っていた。ああ、フェンスか。いや、映像綺麗だな、本当に。ババちゃんいらっしゃい。うんうん。ここに行くの？積み毛をね、どうにか減らしていくよう頑張る。うん？どうするんだ？フェンスを抜けて、あ、こっちってこと？あん？電話の男は駐車場のフェンスを抜けた先に放置された車の中を見ろと言っていた。抜けるとはどういうこと？どういう表現？あ、ポット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 。すげえ、何個目だ今。あ、ラジオ。さて、今夜もそろそろお別れの時間です。お別れ？睡眠不足はお肌に響きますからな。最後に一つだけ、今夜は保安官事務所がお忙しでした。窓ガラスが割られたり、メインストリートで発砲事件が起きたり、パレード用フロートの完成祝いで酔いつぶれた若者がマリガン保安官代理とソントン保安官代理のお世話になったようです。皆さん、ディアフェストが近づいて浮かれた気分になるのは分かりますが、羽目を外すのは早すぎますよ。銃の腕前は射撃コンテストで発揮してください。頼みますよ。これも伏線かな。誕生日の方おめでとうね。あ、いけんだ。あ、いけるんだ。いけないかと思った、てっきり。やっといけたわ。この車ね。フロントシートにあったのはアリスの免許証だった。あ、脅迫は本物だった。マジか。バリー。あら、今までどこにいたんだ。丸一週間も音信不通だなんて。バリーまで。心配で心配でとうとう飛んできしまったぜ。こんなど田舎にな。優しい。バリー、頼みがある。保安官事務所まで迎えに来てくれ。話はそれからだ。あら、それ一体。アリスをさらった人物と会うためにエルダーウッド国立公園に行かなくてはならなかった。ふむ。勝ち込みやで、勝ち込み。リュートにポットいらっしゃい。このゲームはポットを集めるゲームだからね。おじいさん。あ、くたびれてる。作家は物語を暗闇から解き放つ光だ。石を削る彫刻家のように無から世界を作り上げる。書くのをやめればその世界は崩壊し闇に飲まれてしまう。闇の中の旅は長く厳しい。アリスの命がかかっているが、今は集中しなければ。書くんだ。ここでは全てが可能だ。物語を書いてアリスを救うんだ。え、今も小説の中なの？え、今現実じゃないの？助かりましたよ、サラ。マジか。アンドソン兄弟の外出が皆さんにご迷惑を。帰ります。帰ります。帰ります。あ、帰れるんだ普通に。気分はどうですか、ウェイクさん。休養ができたのでもういいですか？まだお話を伺っていません。逮捕ですか？いえ、まさか。でも滞在先を教えていただかないと。マジェスティックはゴキブリだらけですよ。エルダーウッドのキャビンは小綺麗ですけどね。そこにしよう。ドクターエミル・ハートマンです。あなたをコールドロンレイクロッジにご招待したい。アリスを知ってるのか？ええ、何度かあなたの件でご相談をいただいておりましてね。何の相談だ？